はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ピーチャーチャーのブラックオニキスですね。パートこれ48になりますね。前回死んじゃいましたね。あー、やっぱりまだ6回厳しいのかな。やっぱりね、経験値は美味しいんだと思うんですけど、これね、11122でどうだろう。あ、いけるね。でどうしてもダメージ食らうのがね、なんとか、マウスポイント邪魔ですね。あれかな。はい、11225ぐらいにする。ちょっとアウォーさんの位置がちょっと難しいのかな。111にしとくべきだったね。12233かな。あ、4いったらよかったかな。あら、逃げる。お金はね、ほんとお金に物言わせて、もっとね、装備をね、上げたいくらい。壁の色は白。白ですか。うわ、これ勝てんだろう。食らってる食らってる。しかもやりきれてない。12233だ。うわ、やりきれなかったの？それも。12233だ。ちょっとびっくりしましたよ。まだやりきれないの。12233で、そこまでひどいかい。11122だね。やっつけきれないの。どんだけうち貧弱なんだろう。11122114薬ね。これちょっとうち貧弱だな。帰ろっか。右手を使ってた、左手できてるんでね、右手を伝えば帰れるはずなんですよね。ね、ちょっと帰りましょうか。あ、上に行ける階段があります。あ、ここね、こう行って、あら、ほんとここの方が可愛く見えるね。どうすればいいんでしょう。とりあえずね、そうね、まあ、とりあえずあの間の3人ね、2番3番4番の人が早く勝てるようになれば。これ左曲がってずっと左だよね、確かね。11122にしよっか。もう固くいっちゃおう。これじゃ盾装備できないね。あ、盾装備できないじゃなくてね、盾を外すことができない。はい、ねえ、あ、ね、あ、なんかもうね、いけそうな感じがしますよと。はい、11223かな。やりきれないのね。なんだろう。12345にしましょうか。なんだろう、ほんとうちのメンツ巨ジャッキーだね。はい、勝てましたね。てかね、この色のね、問題を早く解かなければ最後まだいけないんでね。11223かな。ちなみにちょっとね、実はちょうど私の学生の頃の時の友達とね、数人と話する機会があって、ブラックオニキス今やってんだっていう感じでね、言っちゃったんですけど、結構皆さんね、解いてますね。もうなかなか懐かしい話がね、できましたね。あら、帰ってきちゃった。で、こうかな。あ、戻ったね。なかなかね、やっぱりね、ムーンストーンの話も出てきましたね。ファイアークリスタルが出る前にムーンストーンが出てきましたね。ムーンストーンは結局できずじまいっていう感じなんでしょうかね。私は早くね、これを終わらしてね、次ファイアークリスタルでしたっけ、行き
たいなーって目論んでるんですけど、なかなかそうはねさせてくれないみたいで、どうしようかな、223にしようか。やっぱフォーレさん一番強いよね。11221にしようか。間違えちゃった、なんかそんな気がする。ねえ、この前の敵のあれはあれくれないんですね、お金くれないんですね。なんだっけ、へんてこな名前のね、バーブ、違ったかな、緑のね、ヒゲモジャーみたいなのね、あれなんですけど、あ、ここ出てこないのね。あら、マポス、モポさん、兄貴で目指してと。はい、11122だね、これはね。あ、入れましたね。本当このフロアがかなり楽そうだもんね、下を。スターラード、ステアラードさんでしょうかね、逃げてった。1124、あ、しまった、なんか間違えちゃったけど、え、あ、逃げてったね。お金はたんまり、あ、これこれブラーブか。11223でどう、あ、一発でいけちゃったね、おろそさんだね多分ね。11122だね。ね、お金入んないもんね。あ、ここ行けるからこっち行って、あら、あ、出てきたね。はいはい、11122だね。ほんと下の2人強いわ、上の3人弱いわ。11123で行けんじゃない、これだったら。逃げちゃいましたと。はい、11123だね。オロッサさん行ける？あ、行けなかった。まあ今回はまああれですもんね、レベル上げる、今回もレベル上げなんで、22かな。どうだろうね、しばらくレベル上げの感じになりそうですね。1匹で出てきたら大したことないんですよね。でももうね、3匹ぐらい出てこられるとちょっとね、ちょっとなんですよね。あ、クラーケ出てくるんだ。あ、オロッサさんちょっとダメ。よいしょ。出しとこうか。はい。はい、でもうめっちゃ避けるのね。なんかここら辺の敵になると結構避けるんですよね。わあ、ビーストだ。ちょっと待ってさね、よいしょ。あ、すいません、ちょっと水分を準備していました。水分といってもね、アルコールなんですけどね。今日はちょっと飲んでますね。実は今仕事でめちゃくちゃ間違い入ってます。ちょっとすっことないのでね、ブロードソード、ヘゲクさんに入れてみようか。これブロードソードってランスあるのかな、セーブしてみましょうね。実はかなり待ち時間がある、作業中でどうしようかなというところなんで、もうお酒いただいております。いたらクラーケン楽勝だね。逃げてった。はい、ほんとこのメンツだったら全然楽勝。あらら、トークね。で、銀行、あ、さっき銀行行っちゃおうか。で、私デポジット、もういっぱいになってんのね。
で、脳で2デポジット、脳で3デポジット、脳で4デポジット、これ口で言いながらやらないとね、脳で5デポジット、操作間違えそうなね気がするんで、ね、脳の、ありがとうございましたということで、あららら、はい、あとはアリーナ、アリーナって、あ、マーケットね、よいしょ、はい、イエス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 と、でドラッグね、11111、はい、もういいです、22234456、あ、6なんかいないね、リーグ、でね、でね、でね、ウェポンズ、違うよ、全然違ったね、あらららら、おにぎりの話で頑張りましょう。で、これがすぐ痛かったのかな、そうだね、銀行が出て、あ、なんか覚えてきた、これ覚えたんじゃない、私ね、よいしょ、でもクラークいないでしょ、倒してるんでね、で、じゃあ6回行っちゃおうと、行ってセーブしちゃおうとね、11122だね、固くいっちゃいます、あ、しまった、あ、ちょっと間違えちゃいましたね、道ね、お金が手に入んないのかな、もう倒してるから、まあでいいんですけどね、もうお金はぶっちゃけいいですね、122ね、11122でいきます、もうあっち行きましょうか、はい、111、これどうしよう、23だね、ホールデーさんだったら倒せますもんね、あ、逃げない、11222で、全然経験値が増えませんね、11111と、はい、逃げますね、で右手左手左手、あ、これ間違えたパターンだね、はい、うわ、食らったヘゲックさん、ドリンクね、で左だね、で左左左左行けるんだよね、で右に行って、この右手に行って、あら、やばい、忘れちゃった、でこうだっけ、あ、そうだね、こうだね、でここか、あ、これだ、あ、覚えてた、1112だね、やりきれない、1ポイント少ない方を3人でやってもやりきれない、2人の方が楽勝なんだよね、これね、さあ、とりあえずね、敵はやっつけてるんで、壁の色は白、ここの謎解く前にちょっと強くならないといけないね、辛いなこれ、33322、あ、一撃できちゃったか、あ、ちょっと待って、ここって毎回出てくるの、11111で22222、もあー、いけないね、22211、あ、なんとか11111122だね、あー、2人強いね、あれ、ここは必ず出てくるのかな、あ、緑、あら、セーブしちゃおう、完全に間違ってるじゃないわ、あれ、青だったはずですよね、なんかあるんだわこれ、あー、こいつら嫌い、11122で、あ、やりきれないから集中した方がいいか、11122で確実にやってしまおう、やれないの？11122ね、はい、
3311、うん、1121だ。あ、やり方間違えた。あ、いけたいけた、よかったよかった。はい、33322だね。同じようなパターンだね。22111でお金入るんだね。左手できたよね。はい、黄色。あれ、これ戻ってきたんじゃない。あ、戻ってきたね。じゃあセーブしておこう。あ、何か謎があるねこれね。もう一度左手でいってみましょうね。で、あら、うわー、22211。あ、やっつけたね。11122だね。あ、やりきれなかったか。11122だね。やりきれないのか。で、これいくと白ね。あ、そうだそうだ、白でこうだよね。で、青だっけ。緑になんだね。なんなんだろう。うわー、あーっとね、44433。やりきれてない。33111。あー、11222で強いな。経験値がそんなべらぼうに増えないんだね。2ね。で、44444。まあ、ここに来てるとね、必ず戻ってくれそうなので、ここでね、黄色でね。あ、ここちょっと、これでいいのかもしれないね。これ元のとこだよね。これを繰り返してると、勝てるかもしれない。あ、経験値がね、早くかもしんない。はい、33322ね。あ、食らっちゃったね。22113。経験値が増えてってる気がしないな。お金はいらないので、ワンダリングだけ相手するような感じにしましょうね。で、白ね。白。ああ、11122で。11332で。11223で。ああ、やっつけきれないのね。大方兵さんね、逃げました。経験値が少ないね。緑ね。もうこれは確定だね。じゃあちょっと次行ってみようか。黄色、ここ入ると黄色なのね。で、これと戻るのね。どうしようかな。次こっち行ってみようか。うわ、間違えちゃった。44。あ、やりきれてよかった。11122だね。あ、じゃあね、ちょっと時間よくなりましたので、一度この辺で終わっておきましょうかね。ブラックコニキス PC88 ですね、パート、これ48になります。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。